したよ。おい。殺しなさい。街中で行ったら一発でアウトやな。子供たちよ、よく聞きなさい。賢き者の故郷に三つの滝木が設置されました。これらが放つ光は、我らの儀式に欠かせない触媒となります。無知な輩が我らの光を抑え込もうと画策しました。高いと思った方が基本良さそうですね。最初は火をつけるところの蓋を壊さないの。あ、うん、全然壊れない、出ないかな。次の任務を指示してくれるでしょう。子供たちを急ぎなさい。彼の三箇所、彼の知恵ほど深くはありません。三箇所、あ、三箇所、うん、三箇所。火のとこ、橋のところと水辺のところと教会のところよね。両牛、教会の。了解、壊したー。壊した。高いとこ行ってみよう。心地よい茶香の香りがしますね。金属質で甘味な本能。あれこそ純白のラットサークの血が放つ匂いです。まだ足りません。あ、これじゃね。はい、壊した。レスポンダーの死体があるぞ。やった、2個壊した。3つ目見っけ。やらしいなこれ。バッツ連打して預言者探さ。やった、3つ壊した。今あと1人だからいいんじゃない。子供たちよ、儀式場の準備は整いました。滝に全てに火がつき次第、あれ召喚の儀が開始されます。さあ、炎を燃え上がらせるのです。当店まだあんだけどな。まあまあいいや。マグでたまに壊れないやつあんだよ。壊してんのか。妖怪じゃない、火つき。じゃあ今日かもね。いよいよです。滝木の炎がガの塵に燃え移ります。あ、切なながらも警報を与えてくれるのです。吸い込みなさい、子供たちよ。吸い込みなさい、ごめんなさい。子供たちよ、可能かの瞳を通じて世界を見るのです。塵と炎と噴煙でその体を満たし、喉を浸しなさい。今こそ教会守りに真実を知るのです。
あれ？レースが気をつけなさい。異端者の無知な輩はこの敷地に怒り狂うでしょう。我らが賢き者の真実は彼らを狂気へ誘うのです。哀れな悪鬼どもから我らの聖なる光たる焚き木を守りなさい。炎の輝きなくしては賓客が正体に答えてくださらないかもしれません。無知な輩が教会に接近しています。討ち取りなさい。情けは無用です。やる道に迷った。アホタレ。異端者どもは汚れた獣を連れ込んできます。外見に騙されてはいけません。目に映るすべてに死を与えるのです。その姿がどうであれ、人間であれ獣であれ、こういう風に行こう。そんな影はすべて偽りの者たちのしもべなのです。妖怪を守りいんの？いるいる。全員来る、来たりとかしなきゃいいけど、こっち結構人が来とるから怖いな。みんなガンガン走ってきてるの。戻るわ。なんかさ、こう2人ぐらいしかいないぞ。あのプロジェクト、あ、いい、3人はいる。水辺の滝にへと向かっています。滝にを守りなさい。なんだっけ、プロジェクトなんちゃらって、アークトスファーマでやるプロジェクトなんとかっていう上さ、それぞれが個別にこう物を拾ってモンスターを育てないといけないんだけどさ、みんな個別さ、孤独個別作業を嫌がってさ、人が集まる方の作業しかしないんだ。最高に日本人っぽいでしょ。個別なんか一人だと嫌だから、うん、みんながいる方に集まるんですよ、うん、だから全然進まないんだ。そういうだから分かれ、分かってる人がさ、だから空いてる方行くじゃん。そしたらみんなそれについていく。うん。うん。みんな行くね。そうそうそう。そこに残れって話なんや。めん、そもん、その、た3つ。ジャパニーズだね。そう。3つやらないといけないんだけどさ。それ、なんか一斉にみんな、わーってやるんだけど、1つのやつしかやんない。ついていく。なんか残されたら不安があってついていくん。やばい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 。密です。死んだ。やばいやばい、教会やばい、教会やばい、教会落城。こっちめっちゃ暇こいてる。可能性ある。仕事生きてたけど全然これ全然減らんかったから。ガチガチ勝負の時はあれよ、ドリルタイプしながらやる。死ぬよ。うん、しまったしまった。あー、教会超減っとるやん。ごめんごめん、ごめんごめんどころじゃない。首獄門何これ。まだ全然いた。てか最悪誰もおらんぞ。2人はしかおらん。以上アニーズだね。びっくりした。そうなんよ、だから俺すげえ不安だった。なんかね、不安があるんです。一人でいちゃいけねえのかなみたいな感じ。いや、守る仕事だよ、それって。俺も教会一回よかったな。すげえ嫌なやつ。慌ててみんな来たけど。うん。そうなんです。人のいる方行っちゃう。あ、でも終わったの。どうか我らの前にご降臨ください。子供たち。おかしこきモスマンよ、我らの招きにお答えくださった。あなたの知性に比べれば我らなど癒やしき虫けらにすぎません。来たれ子供たちよ、賢き者の眼差しをその身に受けるのです。無限の知恵の恩恵によくするのです。完璧なモスマンの卵がと何に使うかを、
ね、こうやって悟りを開くわけね。はいはいはい。まあ、うん。だから多分3人しかいなくて、俺入れて、で、俺が死んじゃったから、モス、ウィントブレゼンってモスマンゾの家にいる。そんなあったか。マンゾ。うわぁ、ああ。誰かがあの、もう星1の鎧捨ててたらさ、俺取ろうかなと思ったら誰かがさっと全部取っていった。え？いいけど。いいけどさ、って話よ。うん。いや、いい、全然いいよ。捨ててかれるより。デジタルのあれに沈むよりは、またいつものようにいいのだったらとかさ、ワークショップ行くか、あのワークショップを行って、ああはいはい、まあついていこうかな。ああ重量場だ、あらあら、なんで、どれやろう。いや、消化を乗せてよ。ああ、でも全然だな。あ、重さギリギリだったんかな。カベーターに乗ってワープしよう。意外とあれやね、伝説武器を少々に変える少々の限界早く来るね。そうなんです。あのみんながあの倍になった時に喜んでる理由はよう分かったわ。そうやろうなって感じ。で、あのレジェンダリーのモジュールが500かかるからすごい減るのに、補充が効かないから。オートグレネードが重いもんな。ああガトリングガンを2つ持ってたのが重かったのか。ベアアームズは持ってないの？持ってるかも、持ってないかもしんない。じゃガトリングガンが重いってことは相当ヘビーが持ってないんじゃん。うん、そういうことだよね。まあ見直すしかないわな、ぐらいでしょ。
足りない。やられてる。最悪 PVP になるじゃん。よしよし。あ、間違えた。壁または床のスモーク。あれ、兄ちゃんとこのファストトラベルができないってどういうこと？なんでしょう。近くはね、近くでできる。てかもうここ来た場所だから来りゃいいじゃん。一番下のワークショップ一瞬出てる。フュージョンコアあるよ。フュージョンコアも買ったがいいって言ってた人がいたけど、そんなもんどっちいいよ。普通にベンダーで売ってんの。あ、ちょっと400とかさ結構高いと思うけどな。100っつってたんだよ。100ならまあねえと思って。ちょっと待って、なよっか。壁のなんか最近壁のこの壁の装飾ばっかりだね。基本壁の装飾ばっかり。床とかがさ。あ、そうなんだ。壁の装飾。フロア用。困ったらラグマット。対応しないと防衛戦が始まってしまうね。足元トゲあるから気をつける。なんかあ、そういうこと。何ダメージ受けてんだろうと思った。前の人がトラップ仕掛けた。はい、終わったよ。よいしょ。ブレイクの備え物、カルト宗教の一番マップ右のカルト宗教の家。一番右。安易についていくスタイル。行ってもいいけど、着いた場所でマップ見ときなさいよ、どこか。あのね、わかるんだけど、半々でまず見るの忘れて、何より見ても怪しいんだね。アイコンで判断できるってカルト宗教になんかあんまねえんだろ。確かに言ったことはあった。隕石球が一匹おったで。
デイリーモップス始まった。ダイがもういないのかな。うん、どっちでもいいよ。もうありかけてんじゃん。いるで。ブリンクか。待ったよ。待ってるよ。うん、だからそこいかんとダメなんよ。あれよしょ。まあまあまあ、いってらっしゃいでもいいよ。もう即入んないと多分間に合わねえんで、どうするとかじゃなくて。そういう場合は逆に入っちゃダメ。パーティー揃ったよ。ああ、抜けたことになってんだ。エリオポス行ったもん。不信者を倒す。次のカルト宗教は。イングのマンション襲われよるな。サクラメント一番宮殿の横だね。上に上に宮殿。あ、そこは行ったことねえな。はいはい、来たことあると思うけど、まあサクラメント。どこやったっけ、モスマンがいた。どうでしょう。敵の気配がしないぞ。うん、なんもない。狩られとるな。狩られみんな考えること一緒。他の場所に、まあ、俺が発見の経験点だけ。モスマン、あ、ここでいっか。モスホーム。あれ、うん、あれアイコンが出ないっていうか、何も探したことにもならない。アイコン出ない。いたなら行くで。結構伝説級がいるな、カルト教師。上にいるっしょ、投げた。本当だ。してたまるか。あなたの銃射におじきし、あなたのものから守りたまえ。どうってことない。俺もあった。教会で倒しとったんだ。あ、モスマンの卵がある。無裂になるよ。一体何、容赦なく売れるから。うん、なんか売りあれ。おっ、オーディオホロテープどこで拾おうかな。
ていうかあれか、アンハンとあればね、警察官が来るからあのいつものセリフの聞いて終わるんやけど。あ、それでいいんだ。いざ探せとなると大変だ。備え物とかちょっと前のとこもここにもないかな、あると思う。 あったあった。ちゃうわこれ、ただの光や、オレンジ色のと思った。あ、宗教のやつもなんか変な洗脳テープみたいなあったりするんだよ。ああ、そんな気はする、確かに。フィールステーションがある、この人。モスマンの卵をここで作ってやる。ねえ、次に煮とるやん。たまになるな。バッチあたりやの、モスマンの服着て。そうね。みんなが必死こいつを育ててるやつを。見やがってるから。ここにもあるじゃん。もう一個作るか。テープどっかに。フュージョンコアが落ちた。あ、さっきももらえそこに。どこじゃん。見たらやんけ。ないない。欲しい時にはないってやつだな。ないない。あったあった。ああ、戻ってた。第8章が始まってた。満月の夜、聞くだけでもよかったの。撮るって書いてあったような気がしたから撮っちゃって捨てたけど。撮ったよ、撮ったよ。ブライトワン。で、オプス行くか。ヒロヤンチに。あなたへの敬意から燃やす昼のように明るいこの聖なる炎を見よ。フュージョンコアを取りに来ちゃいました。寄ったよ。あったやろ、フュージョンコア。あのに。じゃあ、もう。そうすれば、我らは汝の翼の下で清められる。ああ、吸うのですが、テーパーとヒロヤンずっと聞いてそう。ブリンクつってたっけ。うん。最悪、あれ、スマホから着メロで流れ始める。やべえ人よ。やべえ人。通報案。マジで通報案件やろ。吸い込みの装備。もしもし、と。見とくから。ミサイルもあるやん。地雷。やっぱ昨日もなんだかんだでミサイルないわ言って最後確認したら6個あった。どこで取ったか知らんけど。まとめて拾うの弱点や。ミサイル以外拾うとかできないんだけど。まあしょうがないけどね。テレポスに来るぞ。ちょっとだけ重量を減らさせて。意外とない。
ああ、全然違うチャレンジクリアになった。びっくりした。もう3連発打たれとるな。あ、もう3つだったんだ。2つかと思って、そのデイリーオプス見るときに左下にイベパ何が起こってるかみたいな、うん、イベントリスト見たらもう核マークが3つある。ミニニュークの運動。あ、本当だ。参加しまーす。なんかさっき2つやったような気がしたけど3つやったやな。さすがにこの間にやったら気づきはしとるやろしな。行く行かない別で。挨拶だけする。よし。はい。はい。よし。まあ、クレアロも一人。クレアロつって来なかったわろうよ。これだけ来るんかいみたいな感じだった。ああ、これ三ばらまくやつ。あれ？いまいち道が分からんくなった。ね、丸に向かっていく。服だらけやな。さすがの俺もこれは引く。ごめんごめん。6時刻や。これはきついぞ。うん、ステームパックガブ飲みじゃなくて。ガブ飲み案件だな。あれ？なんで3なんだ？遅いな。なんか止まっとる。バグっとる。うん。って言った途端ちょっと進んでたから。いい。走るぞー。すいません、あまりの魅力に弾を取ってしまいます。まとめて回収すりゃいいんじゃ。うん、一回だけ付近を取って、ちょっと走るって感じ。
やどこだマップ中央らへんこの辺で殺すああこっちか角度間違いこいつらは突っ込んでくるから対処しやすいよな。ポーチとかに隠れ撃ちするくせに透明になられたらどうしようもない。こいつらアホやから突っ込んでくるからまあガン待ちして撃って。可愛げがあるな。スタート地点あたりこれも決まってるってやつね大体もう決まってるはいありがてぇえんどこがきついああ死んだちょっとラグって嘘でしょまあ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 俺もやったことあるからよくいないやからイエスただ待ってて回収してドローンここしんどいなほんと毒耐性のレジやっぱ欲しくなるほんと外したの？外した。全部あのパーカーのあースペシャルに振った。スペシャルにしちゃったの。あのパークいっぱいつけて楽しいにした。したら失敗した。苦しい。レーザーピストル。いやな。辛そうだね、本当に。しかも一個が C なんやろ。そうそう。テンションを立てたかったんじゃが、わしにあるのはションベンだけじゃ。ベンだけじゃ。だけじゃ。あとやることねえんじゃねえ。連接の奇跡探すたびに出るぐらいか。おるかそんな俺はあとレベルアップで終わりあちょっと各自あの何やっけあのモスマイベントの時にアルコール中毒やん教会に一体出てきたあらどいてくれわしのために場所を開けろもうちょっと駅に行こう。やな。こんなると駅近くにキャンプある方がいいんやなと思ってしまうね。でも大概陰気だから抑えられてんだよ。駅の周辺。ああ。最近プレイヤーが少ないから。人気ない駅でもちょっと人気ない駅だったら意外といいかも。ここかっつうと多分あのペパロリンロールの。のうん、あの辺なんやろうな。あそこスカスカだからね。ルイスバーグと。なぜかって、景色が悪いから。別も。ハニートップ駅とかも。ハニートップ駅下手したら核に巻き込まれるからな、ものがこう。ブラフトン駅とかも意外といい。はい。まあ、ホワイトスプリングは、人気の一個や一番一等地をね接すのに売れ多分商売するのど真ん中ど真ん前のやつもうん大概ぼったくりショップやけど場所ってよくフ
はいはい。購入した商品の安全性について販売者は責任を持ちません。あ、ミュータントしばきか、レベル上げと伝説探しかね。はいはい。スターヒルズにはいなければ、バヒル、次の戦いの前にこちらで補給しましょう。リジントランブルがあれば一発で終わるんやけど、ランブルやって終わって売りに来た時の、あの光る血液をドンって売れた時に痛感したね。楽やわと言って、集めるって楽やわって痛感した。なんか駅にアイテム捨て取った人がいるから寄贈しとこう、ぬかクワンタムグレネードの設計図か。あ、ヒルズへゴー。よ、早いな、ナイスです。よかったよかった。もう探知してる、
ピア。プレミアだ。もう一人いると思うんだけど、いた。でも俺やんけ。ほい、レベル上がったかな。上がってないか。俺がレベルアップしちゃう。まあまあもうすぐだし。なんかレワークションめっちゃいいね。 50% ぐらいやけど、あの打ったら当たるでごまかしてるから。集め上欲しいんだよな、ね、やっぱそういう銃ってな。最近はアクション減るからな。そうだね。次はウエストテック研究センターだね。そのゆえのおなじみのコース。ちょっと待って、10秒オーバーしたから捨てて、捨ててから裏側にパワーアーマー置き場があるじゃん、そこでバラせばいいよ。あの道の真ん中らへん、あの2階のやつ打ち倒した後の先の家の裏側がパワーアーマーの置き場になった。ちょっと戻る感じか。これは戻りすぎたか。この行った先のちょっと先だとすこの家、この家、このガレージがあるんですけど、ガレージの裏側がパワーアーマー置きはパワーアーマーだよ。ここでバラせる。で出たらアパテン立てるから折り込んでほほーいって。
おい。いや。あらかたの余裕が。右だっけ、下だっけぐらいの感じだ。あ、こっちか。キャンプから右か。しとる。誰か経験値稼ぎと、あ、かわいそうだから勇気満々のよ、来る。うん、まあよく来るからな。行くか。有名なとこだもんな。とりあえずあの銃の試し撃ちでみんなここ来てるもん。あ、何しよっかな。で、最後あ、楽しいとこねかな。いいな。だからこのイベントや、あ、イベントもねえんだよ。バトルボットやるか、面白くねえけど。面白くない。マップ右左下。これか。あのペパロニの通路の先も。左下だね。うん。やろ、面白くねえけど。これ不人気、面白くねえよばっか。面白い。で、すげえ長いね。すぐ終わる。簡単ならそれでもやるんじゃないの。いや、まず報酬がまずいから多分誰もやりたがらない。いいのが出りゃいいんだけど、ゴミもらう。でもそんなんだっけ、イベントクリアしろの時とかは重宝するんじゃないの、そういう。まあね。それでもってこと。でも、あれじゃん。もっと、バトルボット壊されてるし、誰か途中で倒していってる、これ。食えやらずにつまみ食いだけしていってる。セキュリティロボだけ壊されてる。カードがマップのどこかに落ちとるから探しに、いるやん、そっちに、ね、俺、ちょっとこっち、探すわ。ああ、そういうこと。ロボット、なんかロボットが持ってるはず。あの、レーダーに従っていけばいい。数値が出とるよ、何メートルみたいな。まだ、いや、俺出てないよ。いい。あ、設定間違ってんじゃん。こいつ。バグってるな。カードキーある？ない。ないところが始まってる。始まってないから。スイッチ押せる？ちょっともうちょっと離れてみて。押せるやっけ？アクセス許可、うん。はい。もう一回。できたよ。ラグラグドッキーになった。はい、よ。で、中のスイッチを押して終わり。お前兄ちゃんだけでも。カットダウン。イベント完了って出た？いや、なんか関連、右にイベントのあれすら出てないもん。なんか管理クエストやっとかんと出てこないイベントなのかな。でも前やったような気がするよね、これうまくいかねえつ。五段です。ドス、オードス。じゃあリーダーオブ、あ、リーダーオブザパックやるか。マップ左上、遊園地のとこ。
遊園地のとこ。モスマン始まっちゃうよ。モスマン、モスマン、やらんやろ。あれ、カルト指導者がいる伝説の。遊園地のとこ、うん、あれ、何もアイコンが出てないぞ。あ、ついてきて。見るとこ間違えてんのか。あ、こっちか。リーダーオブなんとか、うん、はいはい、伝説のやつがいたぞ、カルト指導者。いけたいけた。最初にやるようなクエだから受けれないと。あのい10回釣ったらあのプレイヤーも来たな。キドス、うわ、これは受け入れた。これなんかで見て、なんか初期にやるには美味しいクエみたいな。確定でウルフ。こうやって一人で一回行ってみたいなけど。意外とこいつ強いな、レベル100だから。生殺し、倒さんとこ。もう俺待てたからいいと思うよ。自動車パックが出た。これ開けたらあのアイテムがポロリンコって出てくるよ。ああ、はい。エイドの中にある、エイドの。あの、花を開けてみるか。あの、ハロウィンの時のあれみたいな。そうそうそう。モスマンの卵が追加されました。完璧なモスマンの卵だっていいらしいんだけど、あの参加した人がクリアしたっぽい。そしてレベルアップした、ラッキー。重量今日は終わった。はい、終了。夢モスマンする。ウィークリーも待ってるわ。やるなら付き合うよ。やるか。思ってたらいいがね。あれ、ペペペ。ポップコーンもアクションポイント回復するから意外といいんじゃない。むしゃむしゃ食いながら戦える。多分いい。ワンちゃんのジャンク拾ってくら。てか俺の場所からあれなんだ。参加してることになると放置プレイし放題じゃんね。こっから、こっから参加し。ある意味悪徳だな。悪徳だな。クソキャンプやん俺。うん。違いますよ。面白いから俺もそっちにファストトラベルして。善良な市民ですよ。参加しないで経験点だけもらうクソ野郎が。始まらんかった。あ、そうなの。もうちょっと近づけばいいじゃん。俺はね、まあまあ普通に行くわ。他に、ね、あれ、なんでオーバーしたの。呪い、ペパロニ切れじゃねえ。ああ、うん、ちょうどペパロニ切れだと思う。少な、3人しかおらんのか。地獄やない。人たきぎにつき一人って守らんといか。うーはー、地獄だぜ。せめて俺と兄ちゃん別々のとこやな、その流れは。あ、無知な輩が我らの光を抑え込もうと画策しました。
子供たちを。滝木を囲む汚らわしいツタを破壊して先へと進むのです。それぞれの滝木は賢き者の観測者に完璧なモスモの卵を納品したけど何も起こらないじゃん。観測者たちが次のたまに、ね、あの指導者の袋から出てくるらしいんだけど、子供たちを急ぎなさい。特に意味はないって書かれちゃう。彼の知恵ほど深くはありません。そんな意味ないのを納品させる。あ、そうって感じや。あれ人増えたよね。増えた。シャンプーマクリントは米兵を鍛えてきた。しバックも5、6人はいそう。まあ、英語ちゃん。人間の訓練教官に教わった最古の卒業生だ。言って、昔ながらのやり方がいいやり方だと見せてやれ。お前には。了解を壊す。なんだエヴァンス地域教会終わり。俺が拾ったテープか。かっこいい。めっちゃ前かい。さっき変な袋に落ちた。なんだこれって。卒業って書いてたから何やろと思って拾ったら卒業式のホロテープらしい。ああ俺が拾って捨てたやつじゃん。なレディオ待たせたの彼氏が不幸な身やろ。そっと海に投げ捨てていきます。よっしゃ、とても一歩壊し。明るい時は動けるのさ。とても全破壊。お、じゃああれか、ホワイトなんたらを違うか、悪非常ラット作。出ない時出ないなぁ。全然いない。そう、いっぱいいる時わらわら湧くのにさ、いない時全然いないんだよ。安心よ。会いたくない時クソみたいにある。肩溜まっとんのかな。30メートル先。じゃあいいか。子供たちよ、儀式場の準備は整いました。パスナハートパレードやらしたいんだけど。全てに火がつき次第召喚の儀が開始されます。さあ炎を燃え上がらせるのです。終わったんか。私は賢き者の塵を舞い散らせましょう。そう、火つけるよ誰か。いよいよです。滝木の炎がガの塵に燃え移ります。刹那ながらも啓蒙を伝えてくれるのです。吸い込みなさい子供たちよ。もう教会行こっかな。吸い込みなさい。教会行きます。俺はこっちで。あ、俺は許可いかない。あら、火つけたとこにもういい。あ、でも多いな。いや、4人ぐらい。いや、もうせっかく火、俺が火つけたし、ここで待ってりゃいいやと思って。2番目のとこかな。だよ。レースが気をつけなさい。異端者の無知な輩はこの敷地に怒り狂うでしょう。我らが賢き者の真実は彼らを狂気へ誘うのです。哀れな悪どもから我らの聖なる光たる滝木を守りなさい。炎の輝きなくしては貧局が正体に答えてくださらないかもしれません。そんなことで教会に超音が突っ込んでくる。無知な輩が教会に接近しています。超音。超音か。超音かと思ってびっくりした。頼もしい。加工音かと思ってびっくりした。レコード金。うん。独自契約を持ってるのに人気が出ないっていう、かわいそうな加工。ま
しょうがねえ、なんでそれが早々に気に入られてたのか最大のミシン。いや本当に、なんかいいこと言ったんやない？で前には分かりませんって言ったんじゃない？その姿はどうであれ、人間であれ、獣であれ、幽霊の影はすべて偽りの者たちの仕事なの。本当そんな感じやったの。それはいささか難しいですなしか言わないと。はい、分かっておると。無駄に酒飲めるとかそういうんじゃない。ちゃめちゃお前飲むな、うん、何やろ、どうですかみたいな。ああ飲めを絶対断らなかったとかね。それとかあのコーラ一気飲みできるとかそういう感じだよ。コーラ一気飲みしてゲップしないってすごい才能だと思う。そういうのだけすぐできる。コーラ一気飲みして孫子を案じてみせるとかすごくない？ゲップしてる。でゲップするんやろ。ひたまもバッ。やっぱり今ここ襲われよるんやっちゅうね。水辺が崩れてきた。伝説級はいるじゃん。俺暇なのにちょっとなんか死んどるし、もう大変なことになっとんじゃん。待って、まあでもここ今平和。モスマンのレーザー攻撃やべえからな。多段ヒットなんだよ。まあ、じゃ誰もいなくていい。まあ、じゃまた人たち浴びせてしまこうもうそろそろもう終わりに向かってもいいレベルだ。こっからもう壊しきらんやろ敵も。この10秒とかで聖なる光に召せられるかいい。お前に楽でものすごいダメージ叩き出してもボーッと立って無敵の力からもパスくん。なんかラグに紛れてノーカンノーカンみたいな感じで立ってるやつ。やべやべ足折れる足折れる、これ絶対足折れる。あー危な、ラグでさものすごい高く飛ぶときあるんだよ。なんかもう足折れるなこれみたいに。ピヨーンピヨーンって飛ぶやつ。ちょっと押しただけでもう空高く聞こえますか賢き者よ。どうか我らの前にご降臨ください。子供たちよ心の広がりを感じますか。そんなつもりないのに知恵と洞察が高まるのを感じますか。かのお方が降臨なされます。おーおーおー、はい、賢きモスマンよ、ウルトラサイトの状態を答えくださった。あなたの知性に比べれば我らなどいい屋敷虫けらに。これ星1しかこいつ出ないから美味しくねえよな。賢き者の眼差しをその身に向けるのです。無限の知恵の恩恵に良くするのです。お兄ちゃん何作ってんの、まああ、そういうあれか。なんかバグってて、なんかめちゃくちゃ手に入れられたんだけどさ、めちゃくちゃ重いねん。だから、どんどん捨てた使わないと。うん、花火重いよね。花火大会。花火どこにあんの？グレネードのと。弾じゃなくて銃の、あのフラッググレネードとか、あのあはいはい、あはいはいはい、
ってなかった。ちょっと前配ってたの。アホみたいにも渡されてる。ああ、多分、うん。ボックスにはある程度入ってる。え、使った方がいい。重い、クソ重いから、それ。なんか、入手した後、あの、それが取ったみたいな、ずっとあの光ったままだったからさ、連打ガガガガガってさ、全部それが手に入ってさ、200個ぐらい手に入って。重い重い。40ぐらいになってさ。ひたすら花火投げ、暇さえあれば投げ。どういうこっちゃいじゃない。嬉しくもないバグよね。思いだけ。あれにもだな。うん、本当に悲しいわ。キャロストン。ミクストキャンプ探したら、スロット2つぐらいあるっしょ、キャンプ。うん、あるよ。ネクストキャンプ、ああ。他人気のない駅の横にでも作りやすかに。牛です。あのとこのロケーションもあんま気に入ってんだよ。よし。うん。こう人を呼び寄せる気持ちもないような、あの。まあ、作れんことはなしがない。月曜日も終わりじゃのう。どうだ、花火60発持ってるわ。今度どさくさ曲げて使わないと。レジエントランボで使えばいい。そうだね。あいつレベル上げもせんと花火上げてないや。花火上げてるぞーって言われる。マジさらされるレベル。よし、カネちゃん3日間稼げたね。はーい、はいはい、よかったね。はい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 、ありがとうじゃん。はいはい。